西側安八百倍円西側受験石碑安八町は、岐阜県の南西部、農美平野北西部に位置する町、肥沃な田園地帯で、県内有数の国草地帯であると同時に、いくつかの大企業が事業所を構える、工業都市でもある。気候は、通年温暖ではあるが、伊吹山の影響により冬には、伊吹おろしという強い西風が吹く、農美平野の北西部に位置し、 基礎山線と呼ばれる大河の内海川、長良川に挟まれた縦に細長い町である。土地は低湿地で古来は河川が網目状に流れており、水害が多かった。そのため堤防で集落の周囲を囲む和重が発達し、また家屋敷を平地より土を高く盛ったところに建てたり、家屋の天井に船を吊るす、上船や敷地の一部を小高く盛りその上に、水害の避難所として、 水屋という小屋を構えるなどの和重に適応した生活様式が確立された。2006年3月に東隣の角又町が大垣市に編入合併したため、大垣市に東西から挟まれる形となった。主な産業事業所を構える、主な企業産業人口有効都市、有効都市定携都市その他、安八町総合体育館庁内を鉄道路線は走っていない。 鉄道を利用する場合は、東海道新幹線岐阜羽島駅、名鉄新羽島駅、JR 大垣駅、JR 保住駅が最寄りとなると、たる鉄道がそれぞれ、伊比川付近でわずかに通過している。もともと両側を河川に挟まれている、特性上交通の便があまり良くなく、1960年代までは、橋もなく、私船を用いて交通していたこともあった。ただし昭和の初めから、 この頃まで、大垣と岐阜や橋間とを結ぶ、鉄道計画が存在したこともある。高速道路名神高速道路一般国道国道21号、県道岐阜県道18号大垣市の宮線、岐阜県道23号北方多度線岐阜県道31号、岐阜たる線岐阜県道171号、吉江寺西決線岐阜県道193号、 大垣港南線岐阜県道195号岐阜千本、松原公園自転車道線岐阜県道219号、安ンパチ平田線岐阜県道220号、安ンパチ海津線2007年9月30日まで、岐阜バスも運行されていたが、大垣市の宮線は廃止、橋し市まで名阪近鉄バスに行こう。企画線は7年10月1日より、名阪近鉄バスへ上渡。南納線は、 廃止により完全撤退した、ケツ人者、ありがとうございます。